私たちの身の回りには、たくさんのつぶつぶしたもの、粉流体があります。例えば、ここにいるほとんどすべての人が、小さい頃、公園の砂山で遊んだことがあるでしょう。台所には、調味料、コーヒー豆、ナッツなど、さまざまな種類のつぶつぶしたものがあります。工業の分野では、原材料の約75%が粉流体でできていると言われています。 小さなつぶつぶにすることで、表面積を増やして反応効率を良くしたり、溶けやすくしたりすることができるからです。自然界にもつぶつぶしたものはたくさんあります。例えば、浜辺で砂がしましま。模様を作っているのを見たことがあるでしょう。これは砂が風に吹かれて自発的に作るパターンです。砂山のように砂は？ つぶつぶしたものはある一定の角度まで形を保って積もることができますしかしある角度を超えると突然崩れて流れ出しますこの角度のことを安息角と言いますがいつどのタイミングで流れ出すかというのを予測するのは非常に難しくなだれは地震同様予測するのが非常に難しい自然災害の一つです 液状化現象は東日本大震災の時に非常に大きな被害をもたらしました埋め立て地で地震が起こる前は地面は十分に硬くて車も走れるし家を建てることもできますしかし地震が起こると地面が急に液体のようになって車や家が沈むという被害が生じます地震が止むと地面は再び硬くなって車や家を容易に引き上げることはできません 他にも、噴流体の特徴的な現象として、砂山底面での圧力分布に関する実験が知られています。砂の積み方によって、砂山底面での圧力分布が頂上の真下で最大値を取ることもあれば、真下からちょっとずれたところで最大値を取ることもあります。 でこれは見た目は全く同じなのに砂の積み方によって内部の構造が違うということを意味していますしかしこの構造の違いを今物理量を用いて表現することはできていません従来の液体や気体固体の場合には圧力体積密度硬さといった物理量がありそれらを用いて状態や振る舞いを記述することができます 粉流帯の場合には従来の液体や固体とは異なる興味深い現象が数多く見出されていますがそれらを記述する方程式はまだ確立されていません粉流帯が物理として研究されるようになってまだ30年余り物理の未開拓な領域として非常に挑戦しがいのある研究分野だと思っています